5月6日、月曜日、祝、東京ドームにて開催されたボクシングイベント、ライブボクシング8の WBO 世界バンタム級タイトルマッチでは、竹井良樹、大橋が王者ジェイソン・モロニー、オーストラリアを判定3対0、116から 111×2117 から110で打ち破り、プロボクシング9戦目にして世界王座を獲得した。 大座陥落となったモロニーは、試合後インタビューで敗因を振り返り、武井について、彼の強さが出たと思う、と称賛した。フォト、武井とモロニーの激闘。その決定的瞬間試合はサウスポーの武井が、大きく飛び込んでは左ボディも、1R、2R と続けてローブロー。2R に減点を取られる。しかし武井は飛び込みの左ボディをやめず、モロニーは嫌がる素振りも。 4R には武井が右アッパー、さらに左ボディから左ストレートでモロニーをコーナーに追い詰めた。8R、モロニーのワンツーが武井の顔を跳ね上げ、武井が膝を落とす場面もあったが、武井は最後まで攻め立て王座をもぎ取った。モロニーは試合を終えて負けてしまって残念な結果になった。試合中に相手に合わせる調整に時間がかかってしまった。 もちろん、武井が素晴らしい試合を見せたということだが、自分自身のスタイルを出すことができなかった、とやりたい戦いができなかった様子。続けて、今バンタム級のチャンピオンが日本に勢ぞろいしているので、井上拓前の挑戦でも、武井に再挑戦でもいい。また日本に戻ってきてほしいと思ってもらえる試合を見てもらえれば。今は心が壊れた思いだが、またしっかりカムバックしたい、と再起を誓う。 また、武井がキックボクシング出身ということで特別な違いを感じたか聞かれ、試合中に特別な何かは感じなかったが、ユニークなスタイルなことは認めたい。今日に関しては自分の戦略が間違ってたし、彼の強さが出たと思う、と武井を称賛しながらも、できれば再選したい。そのチャンスがあればまた違った試合のスタイルを見せられると思う。ただ、竹井にこだわらず、4人、バンタム級チャンピオン。 の誰かというところを含めて考えていきたい、と今後へ向け語った。果たしてモロニーの再起戦はいつ、誰との試合になるだろうか。今後の展開も追っていきたい。